Think back to all the better days when I used to be young and free。どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はアメリカ行ってきます動画になります。そしてチャンネル登録者9万人ありがとうございます。いや本当に嬉しいですね。本当にありがとうございます。今までこれからもねよろしくお願いします。ついに10万人も見えてきましたね。いやついにここまで来ました。ありがとうございます。そして明日から動画を上げるときは今日かもしれないんですけど、アメリカに行ってきます。党会議で優勝したときに、いただいた副賞の世界大会のチケット CW アナハイムに行ってきます。で20日間かなり長い間行ってきます。早めに行って現地で練習をする、遠征みたいな感じになります。その20日間を三井住友カード株式会社様が、サポートしていただけるという、重大発表をこの前しました。三井住友カードは知らない人の方が少ないと思うんですけどね、日本を代表するもうすごい企業様でございます。テレビの CM とかでもガンガン流れてると思うんで、知ってる人はねさすがに多いと思うんですけど、僕もね大学入ってからクレジットカード使ってるんですけども、そのクレジットカードも三井住友カードだったんで、その知らせをねサポートしていただけるっていう知らせを知った時はねほんとびっくりしましたね。僕はすごい普段から使ってるカードの企業様がねサポートしてくれる、ラッシュゲーミングをサポートしてくれるっていう、もういやーすごいすごい歴史的なことだと思います。まあ、僕たちは本当やるべきことを全力でやりたいと思うので応援よろしくお願いします。まあ、クレジットカード本当に大人になってから必需品だと思うので、まあ、ぜひこれからねクレジットカード作る人は三井住友カードをぜひ検討してみてください。僕はもう普段の支払いからネットだったりも PS でももちろん使ってるし、もういろんなことでほとんどクレジットカードで支払ってますね。もうなかったら全然生活できないぐらい必需品になってます。で CW アナハイムですね。アナハイムはロサンゼルスの方西の方ですね。ディズニーランドが近くて、あと今だと野球の大谷選手がいるところですね。僕は去年オーランドっていう右下のかなり遠い方にね世界大会見にスタッフとしてマインドフリーのスタッフとして行ったんですけど、まあ、今回はだいぶ近い方なんで、まあ、言うて十何時間かかるんですけど、まあ、まだ近い方かな。まあ、去年から本当英語をねネイティブの先生と一対一で英語を始めたりとかもしてたんで、英語ももちろん使いたいし、 COD の本場アメリカで、ね、練習もがっつりしたいですね。去年掲げた目標は来年も海外に行くだったんで、それは無事達成できましたね。さらに来年はそうだな、一人で行きたいですね、どっか海外に。で肝心の大会は僕たちは160チームのオープンブラケットから出ます。160チームから残った4チームだけが世界トップ16のこのオプティックとかフェイズとかの有名チームがいるその16チームの枠に入れて、まあ試合がねさらにできるっていう感じになってます。なので本当大変で狭きもんなんですけど、まあ、本当ベストを尽くします。まあ、160チームのアマチュアの中ではもちろん化け物だらけだし、まあ、アマチュアチームだけじゃなくてプロチームももちろんいるんで、まあ、ついに本当何年も前から描いてきた世界で戦えるっていう機会なんで、緊張というよりもワクワクしてる感じですね。もうとにかく早くやってみたいっていう、緊張は表で全然してない、とにかくワクワクしかないですね今は。その160チームの中から生き残るには連続で10試合以上勝たないといけないらしくて、夜中の1時までやることもあるらしいですね。で1回も負けられない残るとしたら、まあどうなるか分かんないんですけども、僕たちのやることは目の前の試合を全力でね勝ちに行くだけなんで頑張ります。で現地では実写動画をねたくさん出したいと思います。そのゲームプレイの動画あんまり撮れる環境がないかなと思うんで、実写動画 Vlog がね多めになるかもしれませんが、まあ Vlog の方はね現地でのこう雰囲気だとかね活動をより細かくね伝えられるかなと思うんで、ぜひ楽しみにしていってください。あのこの前のねプロ対抗戦の裏側みたいな動画出したんですけど、そういう感じの動画を増やそうかなと思います。はい、でこの動画撮ってるもう12時間後家を出ないといけないので、じゃあ僕はこの後寝ます。というわけで動画の方楽しみにしててください。次はアメリカです。お疲れ様でした。